ダカトッピの例ネパールのダカトピを身につけた子供。ダカトッピ、またはネパーディトッピはネパールの山岳民族及びインドグル家族のディアスポラの男性の間で広く使用される帽子の一種。1955年から1972年のマヘンドラ王の在位中に普及する。トピは国家の誇りを象徴するものとして用いられ、国家公務員は民族衣装の一部として ネパーリトピを身につけている。ダカトピをかぶった男性ダカトピは布製で、ダカと呼ばれる文様で覆われている。この文様は、ダカ織製のブラウスを意味する、ダカイコールコイコールチョロというブラウスにも用いられており、バングラデシュの首都ダッカからその名が取られている。ネパール語でトピは帽子を表し、男性は伝統的衣装のダウラスルワル。 またベルト代わりのパトゥーカと共に身につける。ダカトッピはダサイニやティハールサイの間贈り物として扱われる。現在でも多くの男女がダカオリの衣装を日常的に身につけており、ダカオリそれ自体が彼らの伝統や歴史をはっきりと象徴している。アート・オブ・リビングの創立者であるシュリシュリ・ラビ・シャンカールはインドでは3月1日を インドグル家族にとってのダカトピの日として祝すると発表した。ネパールの人々は機会がある時にはダカトピを一般に使用しており、年配の人々になると国家の誇りとしてより頻繁に身につける。ネパールの西部開発区域であるパルパ軍はこの帽子の名産地として有名になりつつあり、国内のみならず国外でも販売されている。トピはパルパ軍やボージプル軍を 主もとした、東部開発区域の民家において鉄食器により生産されている。インドでは、ダージリンにおいて、ネイティブのインドグル家族により高トピ産業が確立された。ミカメイニア -2015 の閉会式でバードが売れ、トピを着用するウィキピーディアの共同創始者、ジミー・ウェールズ。メキシコ、メキシコシティネパール文化を広めるための国際ネパール、トピでは、 毎年1月1日に祝われる。トピを着用することは国家の誇りと位置づけられているのと同時にネパール文化のシンボルでもある。ネパールは100を超える民族を有しており、トピは国内の他民族の結びつきをも象徴的に表しているのである。ありがとうございます。